第2回ショータイムスキンズマッチ、ということで今回は東千葉カントリークラブに来ています。今回の賞金なんとショータイムカップ合わせても過去最高となっております。なんと賞金総額40万円です。素晴らしい、ありがとうございます。で、今回のスポンサーなんですけども、株式会社カメラ総合塗装様と首都圏にてビル、マンション、アパートの集合住宅を中心に改修工事を行っている会社です。はい、素晴らしい。で、なんとショータイムゴルフを見たで得点をいただきました。おっとショータイムゴルフを見たで 5% はぁ、お値引きをしていただけるということで、はい、すごいっすね。ありがとうございます。この規模で 5% はすごいっす、はい、でかい。今回の出演者を紹介しましょう。よろしくお願いします、はい、久しぶりの登場、てるきです。てるきです、よろしくお願いします。はじ、い、めまして、石毛匠です。はじめまして、はじめまして、ショータイムはじめまして。そうだよ、よろしくお願いします。一応、はい、翔太くんと同い年で、そうですね、まあ90、まあ、自分は94年で翔太くん95年だった。経歴を言ってあげて。経歴、全日本中学校ゴルフ選手権優勝、高校の時、まあ、そうですね、学生時代もかなり成績を残しておりまして、去年 PGA のプロテストも2位で通過。素晴らしい、すごい選手ですね。うまいです。はい、通過しました。うまいです。はい、おめでとう。はい、おめでとう。はい、おめでとう。はい、ショータイムで、はい、おめでとうで、はい、緊張しております。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、最後からの、はい、からの、はい、どうも、監修一です。まあね、もういろいろ肩書きあるみたいだけど、俺もう肩書きが多すぎて、そうだね、ブラザーだから肩書きが俺多すぎて、スーパースター、エンターテイナー、アーティスト、ジーニアス、いっぱい肩書きあるんですけど、肩が重いっす。今日ちょっとね、肩慣らしに回ってみようかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、中学の時からの仲だからね。はい、あと翔太さん、同じ千葉だもんね。同じ千葉、出身千葉県。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。今回の賞金のホールごとの振り分けなんですけども、はい、1番から3番までが5000円で、5000円、4番から6番が1万円、1万円、7番から9番が1万5000円、10番から12番までが2万円、13番から15番までが2万5000円、2万5000円、はい、で16番と17番が3万円、3万円、最終ホールが10万円、10万円です。はい、素晴らしい、はい、ということです。最後にかかってます。はい、もう最後だけ勝てばいいんだよ、ね。もう最後勝てば勝ったようなもんですね。前回のスキンズマッチでも最後に全て翔太君が乗ってたってことで。そうね、まあ、みんな頑張ってね、途中まで。うん、うん、いや、みんな頑張る。みんな頑張ってね、本当に。最後、最後の最後油断してると俺最後サクッと取っちゃうから。途中で稼いとかないと危ない、ね。うん、そうね。オッケーオッケー。オッケー。はい。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。多めだった。じゃあ竹内てるき氏、ティーショットです。朝一ロング。はい、ナイスショー。はい、ナイスショー。スキンズマッチ2回目、前々回優勝のカン君の朝一のティーショットです。はい、ありがとう。はい、いや、調子いいわ、構えた瞬間に分かる。いや、調子いい。はい、ナイスショー。ナイス。うん、ありがとう。ガコーンって音がしました。はい、林のど真ん中。林のど真ん中。林のど真ん中。さすが。いや、芯食ってるわ。林のど真ん中、木の幹、ど真ん中に当たってる。はい、完璧だよ。スタートギリギリ間に合いました、尾崎翔太選手。ね、うん、あ、でも耐えたんじゃない。耐えた耐えた。どこ行った。すごい音したけど。キュイーンっつって。やっぱ前面だな。やっぱりね、翔太やっぱ前面だな。うん、俺ショットさんでもやっぱウォーミングアップなしはちょっとね、冬はきついですね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあ、石毛匠選手、全日本中学優勝。俺7年ぶりに回るの聞いてる。僕も回るのは久しぶりですけども、
あー素晴らしい、はい素晴らしい、はいどうぞ。性格が、性格が出てるね。そうだね、うん、たまに性格が出てる。あ、素直だな。でも俺も結構素直だよ。なんか地球が回ってるだけ。地球が。尾崎です、尾崎です。本日はですね、協賛していただきました、カメラさんたちにもあの後ろでプレイするということで、ね、俺の素晴らしいプレイを後ろから見てくれるっていう、そういうことですね。もう缶無料です。缶だけに、缶は有料だよ。俺は結構高いよ、うん、ただ今俺の気持ちは缶無料、缶無料、なるほど。気持ちと現実は裏腹ということです ね、はい、ありがとうございます。ショートさんのボールはこの木の左に行ったんですが、フェアウェイに出てきておりました。コースが味方してます。朝から前面行くわ。うん、前面行け。前面稼ごうぜ。前面今日稼げよ。4番230。おい、前面ダフってねえか。前面ダフってねえ。おい、前面弱えぞ。まあレイアップだよね。バンカー出ましたね。そうだね、うん、全然いいとこにあったよ。あ、もう狙える狙える狙える、全然狙える、うん、どっこよし。全然いけるだろ。あ、空いてるね、うん、まああのぐらいの隙間があれば全然いい。いやいや、全然余裕だよ。どこ？見失った。わかんない。掘り。いや掘り。あは。危ない危ない危ない。全然。あ、狙えるわ。何番？6番か、もう狙える。狙えるね。うん、狙える狙える。全然余裕。すごいわ。全然余裕。ナイスアウト。あ、ありがとう。はい、ナイスアウト。すごいね、これ枝と違う。うん、2つとも、ボール並んでましたね。タックンのショットを取ろうかなと思います。さあ、何ヤード何番？126ヤード5番アウトで、226、5番アウト。ちょっとね、目の前の木が邪魔なんで、スライスですかね。左からフォロー来てます。かなり強めです。タイガー張りのスライス。まっすぐ、ナイスショ。ちょっとボールはどっか行っちゃいましたけど。多分グリーンセンターの手前が。あ、乗ってるよ。マジ？奥。完璧、ナイスオン。やーい。朝からイーグルチャンスですか。羨ましい。もうこう行くしかない。竹内くんも同じようなシチュエーションで。この間抜けるしかない。木と木の間から。朝一からコースからの試練が待ち受けてると。見えますか、この木の間を狙っていくということで、クリークで木の間を狙っていきます。あ、木当てて左行ったね。てるてる、どこ行った？左、あっち行った。ギブアップ。早い。竹内氏、竹内氏は左の、じゃあギブアップということで。もうちょっと試練に負けた。朝一の試練に負けたということで。100ヤード、うん、100強だね。100強。100強。58。バーディー。バーディバーディバーディトライ。うん、全然バーディ。うまいうまい。バーディだ。ナイスパー。まあまあだな。うん。まあ俺のレベルからしたらあれはミスだな。そうだな。
まあ今日はスキンズマッチということなので、あ、俺パター取ってこない、これもういらないよね、こっちのカメラ。はい、そうだね、まあ、ちょっと僕は戦略的撤退ということで次のホールに備えたいと思います。質問しました。もうここはタックに譲ります。俺が取るか、カンが取るか、翔太が取るか。カンはだってあれパーパットなんじゃん。パーパットなの？じゃあ翔太の VS か。前回のスキンズマッチで学習したの。これはね、戦略的撤退、あのね、最終ホールにかけるしかないの。あ、ナイスオン。スピン効いてんね。さすが。さすが。やっぱシンガポールで鍛えてきただけあるな。アジアの硬いグリーンにも屈しないスピン量だ。パー？パー？パーは OK です。ナイスパー。ショートさんのバーディーパット。まあ、これ入れればまだ分かんないですからね。入った。パターがまた変わってる。コロコロ変わるな。やべ。 OK、 いいじゃん。 OK、 いいよ。 OK、 ナイスボギー。じゃあ俺2パットでも、2パット、いや、うん、2パットで勝ち。はい、さっき構えた時ボール触ったよ。そう。当たった？え？違う？あれ？しっかり打った。ああ。いや、あるな、これ。これあるな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 。慎重に行こうか。LINE 読んであげよっか、俺が。あ、ちょっと。うん。空気読んでね。なんなの？なんなの？LINE と共に空気読んでもらっていいですか？あの、カンちょっとフレームアウトしてる、それ。空気読んだ。うん。カップ4つスライド。ナイス。サンキュー。一ホール目いただきました。初参戦で初賞金。ありがとうございます。早速取っていく。まあほら、スキンズは、まあ、スキンズは ね、 ね、最後だから取れるか。そう前回の翔太くんが総取りしたのがあるからね、うん、そう、あの作戦ですよ。だってもう最後の最後まで勝負を伸ばしていって、最後に決めたもん勝ち。そうです。もう今日は飛ばない組対飛ぶ組だから。そうバーディーとかいっぱい出ると思うしね。うん、まあゴルフは飛距離じゃないってところをね。そうね、俺とテルキの2人でゴルフは飛距離じゃないってこと。ゴルフはね、飛距離ってことをね、ちょっとね、教えてやろうじゃない。教えてあげるわ、うん、まあでもスタートホール俺ドラコン取ったけど。何言ってんだよ、林もありだから。いやいや、林もありだろ。林ありだったら完全に完全。じゃあ僕は行きます。はい、どうぞ。僕あの飛距離260ヤードなんで。260ヤードよろしくお願いします。あのカン君の3テスト変わんないんで。あ、なるほどね。はい。まあでも俺のパッティングといい勝負かもしれない。確かにドライビングパターンがあったわ。うん、それ忘れてた。じゃあ行きます。331ヤードパー4です。パー4、パー3。カンに勝ってはショート。うん、そうだね、全然ショート。じゃあ刻みのドライバーで行きます。うん、おお、右だね。右だね。ちょっと待って、曇っててズームしても追えないかもしれない。バンカーだね。バンカー、ズームするもんないから、たくみくんの顔でもズームしよう。ありがとう。うん、いや、やっぱ、まあ、乗っちゃったら危ないんで、うん、確かに越えていく。なるほどね、はい、何見え張ってんだかね。大丈夫これ、うん、ちょっと左だね。そう、この辺荒れてるね。あ、でも音はしてない、抜けたね。うん、はい、ここはここは翔太氏監視はワンホールでしょ。あ、ちょうどグリーン終わったね。俺いるじゃんだっけ。カンいるからフォローだよね。じゃあ翔太くんのドライバーです。しゃあ、うん、
ちょっと右目。あ、悪くない。うん。よいしょ。しゃあ。これいいね。左行くんですよ。おー、グリーン横まで行ったわ。まあまだ。ナイス。なんかそんなやついたよね。いるいる。そうそうそう。今日の体調はどうですか、カン君。体調は良くないね。だから体調悪いからちょっと気温が低いんだよね。あ、気温がね、カンの体調によって気温が下がると。そう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 。みんな勘違いしてんだよね。なんか気温が低くなるから風邪ひくみたいな風に言ってんだけど違うんだよね。俺の体調が下がって気温も同時に低くなってる。地球の気候とね、連動してるんだよね。だからある意味地球の未来っていうのは俺にかかってると言っても過言ではない。70ぐらい。どう、いい感じ。道ができてる。おお、いいね。まあね、ティーショットも木に阻まれなければ乗ってたと思うんですけど。おお、なるほどね、ちょっと枠に阻まれちゃった感じ。まあそうね、スタートホール同様にこのね、うん、試練がちょうどこの間を打てよと。でもこれ広いじゃん。さっきよりは広い。ラグビーのあのキックより全然広いよ。広いね。うん、いけんじゃない。いけそうだね。50ヤードぐらい、うん、50ヤードぐらい、オッケー。52で、52でね。そうだね。あ、これあれでいけばいいんじゃない、鑑識で。うん、枝にちょっと当ててやった方がいいんじゃない。うん、あれぐらいだと多分5ヤードぐらいかな、このイメージでいきます。うん、お、うまい。あー、ちょっと強いか。止まれ。ちょっと枝当たんなかったね。うん、あ、でも乗ったから。うん、まあまあでしょ。はい、翔太くんのセカンドです。だいたい30ヤードぐらいですか。そうだね。はい、ナイス。どうも。何これ隣から来たの。だいたい25ヤードです。はい、これ入れなきゃいけないみたいな。そうだね。入れても負けだよ、俺が言うから。そうか。入れなかった。うん、ナイス。ほら、うん、もうだってラインが見えてる。あのボールじゃまだな。カンのイーグルパット。これでもちょっと逆目だね。上りフック、ちょっと逆目。しかしね、違うね。いや、今日も違うね。今日も違う。今日も全然違う。もうなんか光って見えんだよね、ラインが。ラインが、うん、入ったわ。惜しい。惜しい。ちょっと切れた。結構フックしたね、最後。入ったと思ったね。俺も入ったね。いつ前から入ったと思ってる。まあみんなバーディーかな。うん、そうだね。キャリーオーバーだね。18番ぐらいまでキャリーオーバーすんだ。最終ホール39万円。そうそうそう。もうなんか斬新な形のパターだな。でしょ。スーパーカーみたいな。おー、集中してるな、はい、ステーキが、うん、冬のソナタみたいな感じだよね。めっちゃ葉っぱ邪魔じゃない。いや、今もういたずらだね。オーガスタの女神のいたずらだね。これを決めてくんのはさすが。さすが、ナイスパー。これを決めてくんのさすが。いいよ、前面しっかり決めろよ。俺これ外れようがないから。不安だわ。
はい、翔太くん2メーター、約2メーターのバーディーパット。まあ、パーでキャリーじゃん。一番いいやつ買ってる。まあね、まあ、おそらくバーディーで。キャリーがあった方がいい気もするんですけどね。やっぱスキンズマッチはキャリーしてなんぼみたいなとこあるからね。そうそうそう。はい、ナイス。ナイス。負けだね。はい、監修1、バーディーパット。負けだわ。ショートポイントゲッツ。やると思ったわ。ナイスバーディー。いや、ひどい。安易に打ちすぎた。打ちすぎちゃった。期待裏切らない。そうだね。期待裏切らない。まあ、みんな期待しちゃってるからさ。関西近パターのシャンクひどいね。そうだね、ひどいね。あれシャンク打つ瞬間俺こう開いちゃうんだよね、どうしてもシャンクなの最近ひどいよね、モナークぐらい広い。3番ホール357ヤード。ドライバー飛ぶ。これもまたあれでしょ、カンはパー3でしょ。もう俺に有利だ。まあいつも俺に有利なんだけどさ。みんなだからそれをハンデを埋めるためにトレーニングしてるわけじゃん。そうそうそう、頑張ってよ。カンはね、ナチュラルボーンでそれだからね。いや俺もゴルフ始めた時からみんなより飛んでたから、それをトレーニングによってさらに伸ばすのはそれは卑怯なこと。あ、まあフェアじゃないよね。フェアじゃない。だからみんなにトレーニングをするっていう選択肢を与えてあげてるんだ。なるほど、優しいな。やっぱりあれさっきのホールドラコンあったよね。うん、ドラコンいくらだっけ、ね、5万5千円じゃなくて違う。はぁ、やるね。おぉ、テルキちょっと距離伸びたよね。ナイス。ああ、まっすぐ。おぉ、この前ハーイ置くぞと思った時にちょっと距離伸びたよな。あ、そうなの。そう、それからね、ちょっとまたね、調整したら少し飛ぶ。あ、本当に。はい、おっと、ちょっと右だね。カコンって言った。カコンって言った。若干落としたよ。うん。カコン。世の中的にはさ、うん、あの缶の3番アイアンを超えれば飛ばし屋って呼ばれるから。なるほどね。うん、俺はもう飛ばし屋だよね。それがなんかもう常識になってしまってるんだね。そう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 。基準がね、そこだから。長年偏見を重ねるとそれが常識になるのか。おお、まだ前終わってないよ。やべ、大丈夫。あ、大丈夫だ。サブグリーン止まる。ああ、あ、でも大丈夫、挽回横ぐらい手前手前。うん、カンはね、ここもワンオンしちゃうから。俺がティー刺そうとすると光がさ、ライトアップ全然違う。逆光だけど大丈夫。逆光だけど照らしてくれるんだよな。そう、自分が俺のステージなわけよ。うん、ありがとうな、ブラザー。早く、早く打たないと曇っちゃうよ。あっ、あっ、あー、地球上にあるね。地球上にはあるね。地球上にあれば、まあ、計算内だね。うん、内緒だよ。大丈夫だね。全然計算内。内緒、うん、ありがとう。ナイスナイス。全然計算ないだろ。ナイスだ。現に俺まだボギー。これは。これもう。大体90ヤードっすね。ピンデッドでしょ。うん、ピンデッドだね、これは。ピンデッドだよ、これは。デッドで。じゃあ、7番アイアンで、ちょん出しでーす、うん。7のちょん出しね。はーい。お、うまいんじゃない？あ、これナイスオンだよ。ほら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 。はーい、ナイス。取れてるよ、取れてるよ。はい、はい、ナイス。はい、センキュー。はい、ナイス。カン君のセカンド地点はここでーす。はーい。こんな感じ。うん、ちょっとフェードで行こう。これは、パターで、そうだね、フェード狙い。フェードだね。あ、これいいんじゃない？あ、惜しい。あー、ちょっと強かったね。ナイスー。まあ、結構いい感じでしょ。うん、ありがとう。はい、73、52、はい。
おおナイスナイスバーディー。はい、73と73だから60弱ぐらい。50度。いや俺これ今日ショートさんにドライバー勝つ日も近いな。これ勝てそうだな。ないえない。おエクスプロージョンでいった。うまい。重くない？いやうまい、完璧。さすが飛ばし屋、50度で行くんだこれ。僕だったら3度でクリーンに打つぐらいの距離ですね、このぐらいだと。バーディパット。ああバーディパット。まあ強えわ。ナイストライ。はい、ありがとう。テルテルはほとんど OK だからね。 OK でいいっすか。まあほとんど OK だよね。 OK でいいっすか。ほとんど OK だね。えおいおい、ちょっと話が違うな。下りちょっとスライスかな。ちょっとスライスです。うん、しっかり打った。いいよ。ちょっと強い分切れないか、ね、入れに行かないとね。ピンドンってやつですね。さあショートさん上りフック、ライン的にはそんなに切れないと思うので優しいラインですね。しっかり打てれば入るかな。オーバーだけはするよ。ちょっと右。あれ全然曲がんねえじゃん。スライスしたし、カップ際はスライスだった。パッ。あ、そうだよ。あ、ダメ、曲がんないよ。そう、曲がん。ナイス。二度制した男だ。そうだね。テルテルのバーディパット。俺まだ一度だからな。俺もま。はい、5000円。ナイスバーディ。あれカート。今回スポンサーしていただきました株式会社カメラ総合塗装様、本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。